皆さんこんにちは。こんにちは、カメラの学校のひろきめんです。ゆりカメラ先生です。なんでちょっ と戸惑ったんですか。ゆりカメラ先生です。これテイク2ですけれど、さっき先生入れなかったので。ああそうですね、はい、満を持して先生を入れてみました。入れたということで、はい、テイク2です。カメラの学校 YouTube チャンネルの方ですね、おかげさまをもちまして、皆様の、おかげさまをもちまして、なんと2回チャンネル登録数が1万超えました、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。皆様にまあ、カメラの学校を通じて楽しんでいただいてると、はい、カメラで写真を撮るというのを楽しんでいただいてるというのはすごく嬉しいことですよね。すごいですね。まさかの1万人になると思わなかったですね。もう最近はプライベートにも規制がかかり、はい、本当ですか。じゃあもう、はい、いよいよもうカツラと共にいろいろ変装して高校に出勤してると。女性に変装しないとダメみたいなぐらいですけどちょっと見てみたいですけど。あの私もじゃあいよいよじゃ変装していかなければ、ね、じゃあ変えますか。僕がゆりかめ先生の格好してゆりかめ先生がひろきめの格好して。そうですね。じゃあお前が俺で俺がお前でみたいな感じの、よくわからない感じ、転校生みたいな感じで。そうですね、はい、そういうなんか映画とかありますよね、なんかドラマとか。ああそれで、じゃあそれで次回行きます。ということで、1万人を超える皆様に、カメラの学校を見ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。感謝の気持ちを何かにできないかなと思いまして、この度1万人突破企画として、はい、リアルカメラの学校をやってみようかなと。オフ会みたいなもんですけれども。すごい、いよいよできんのかっていう話ですけど会場はどこなんですかね。どこなんですかね。まあということで、はい、こんなことやります。じゃん。こんなことすんですか。こんなことなんですよ。すげえ。すごいですよね。楽しい企画になってます。いやどんなことするかわかんないけどすごいですね。テロップで出てますから。あ、そうですね、はい、いやもうなんたって今ね、もう決まってませんから。それ言っちゃダメです。ダメでした、すいません。テロップ頼みにしてるんですから。そうそうそう、ついつい言いたくなっちゃう。どうでしょう、皆さん参加できますか。今から開けといてくださいね。はい、ということで、まあ、このカメラの学校のオフ会、リアルカメラの学校、ぜひ皆さんに参加していただいて、ゆりかめ先生と僕と皆さんで、はい、なんか楽しく、過ごしたいなと思ってますので、ぜひご応募ください。そんな感じなんで、はい、ぜひこれからも見てください。それから、はい、皆様の周りのお友達やご家族にもちょっとカメラの学校っていうのあるから見てみてって言って、まあチャンネル登録数が5万とか10万ぐらい超えたらなんか嬉しいなと思ってるので、はい、はい、ぜひ。それはもうぜひ。そうですよね。そうするとまたイベントとかね、はい、いろんなことができるのではないかと思いますので、皆様ぜひ応援してください。これからも、はい、よろしくお願いします。チャオチャオ